すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がした。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。悟空さん、悟空さん、父さん、孫悟空、悟空、孫悟空、頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。